大津博美は、北海道火星群サラベツ村出身の元スピードスケート選手。身長165センチメートル、体重59キログラム。2003年3月白樺学園高等学校、卒業。高校卒業後、富士急行スケート部に入部。社会人3年目となる2005年、同年のワールドカップトリノ大会のチームパシュートで3位となる。 初めてのオリンピックとなる鳥のオリンピックでは1500メートルとチームパシュートに出場。1500メートルでは2分4秒77の33位に終わった。チームパシュートではロシアとの3位決定戦でレース途中で点灯、4位に終わる。ロシアをリードしていた状況での点灯についてオーツはチャンスを逃したのは私の責任。本当に何があるかわからないとコメントした。 2009年12月に MW で開催されたバンクーバーオリンピック代表選考会では持ち前の豪快な滑りが影を潜め 1500m では8位 3000m では5位に終わってオリンピック代表選手入りを逃した2大会連続のオリンピック代表入りがならなかったオーツは2010年1月に現役引退を表明し同時に富士急行スケート部を退部引退後は 富山市にある造園の専門学校に通い庭師になった。2013年に仙台市出身の男性と結婚。2016年から仙台市障害者スポーツ協会に勤務。ありがとうございます。